はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は SG 高校でサクセスをやっていきます。じゃあちょっとイベントデッキの方確認していきましょう。前回手に入れたホムラちゃんと新島ちゃん、この2キャラですね、早速、入れてあります。で、今回のポイントはマネージャーキャラを入れてません。で、マネージャーキャラは入れてないんですけれども、まあ、ホムラちゃんが、エピローグで経験点をくれるのと、まあ、新島ちゃんが、選手兼彼女キャラになりますので、彼女は新島ちゃんを、連れて行って、でただ、1人だけのエピローグ経験点だとどうしてもマネージャーキャラには追いつかないので、この2人を入れて補っているという感じになってます。あと全体の編成的には今回コツを重視して、編成を入れてあります。まずホムラちゃんが金徳気迫ヘッド、まあ、これは全然軽いものなので、まあ、ヘッスラも普通に取って気迫ヘッドも取っていきますと。で新島ちゃんが、内角筆打だっけ、なんかそんなようなやつで、インコース丸を自分で持ってるので、まあ、これも OK と。で今回猫髪を入れたのは、猫髪はですね金徳大盤狂わせを取りに行きます。で新島ちゃんが、骸骨の意外性を持ってますと。でさらに、ホムラちゃんも意外性を持っておりますので、まあ、この2人のどちらから、回収できればいいかなと思ってます。であと一応二塁なんで、ポジションセカンドなんで、まあ、守備職人は欲しいかなということで、まあ、守備職人もねそんなに重くはないので、草野連れてきてます。で草野の一つ難しいところが、守備職人が安定して手に入らないところですね。若干コツが多いので、まあ、うまく守備職人を手に入れていければなと思ってます。であとホムラちゃんのイベントで体当たりが手に入る関係で、まあ、その金徳重戦車ですねのウドくんを入れております。まあ、多少ねやっぱり打てるキャラにもしたいので、パワー日持ちのウドくんと、やっぱりねパワー人降格は欲しいんで東条入れてます。やっぱ筋力キャラは、入れないときついので。で東条は今回金徳は切ります。アーチストは切って、まあ、調子安定の方を取っていこうかなと思ってます。まあこんなような感じで、まあ、どこまでいくかあれなんですけれども、やっていきましょう。でまあ練習は特に新島ちゃんかな。やっぱり新島ちゃんクリスマスに間に合わせたいんで、まずは新島ちゃんの評価を、最優先で上げていきましょう。あそうそう、そういえば友達スタンプ持ってきたんだ。まあ、ホムラちゃんもね初期評価は低いんで、まあ、お守りの代わりに友達スタンプっていう感じですかね。これねしかも使わないとねいけないんで、あんまり頻繁に持ってくるものじゃないんでね、忘れちゃうんですよね。あここはいいですね。まあ、新島ちゃんはね彼女キャラではあるんですけれども、マネージャーキャラではないので、デートとかのね回復量とかは若干少ないんですけれども、まあ、それでもね練習の回数が増えるんで、ここはどうしようかな。一回メンタルを挟みますか。多分ね精神がね足りなくなるような気がするんですよね。で筋力はね多分東条とウドが入ってるんで、これはね全然大丈夫だと思うんですけど、敏将だよね。敏将もね、ホムラちゃんと猫髪の2人がいるんですけども、敏将がね伸びてくるかって言われると、多分そうじゃないとは思うんですよね。なんで一応アピールポイントは総力にしてありますけど、どうしてもね敏将は総力と肩と守備で使うんで、でイベント的には多分全部回収できるかな。あそうそうそう、で今回ね SG にしたのは、まあ、海道高校とかあるんですけど、海道高校のね紅白戦がねもう6連敗してもうちょっと嫌になっちゃったっていうところですね。で打者でやってた時はなんかね4失点5失点5失点5失点で負けて、ピッチャーでやろうと思って、あ俺バウンサーになってんだ、まあいいや。投手でやったときは3失点したのかな、3失点したんですけど打たないじゃないですか。なんでそのまま3対0で負けて、もうやめたっていう感じで SG にしました。
なんかね、あのプレステ4版だと、まあ、プレステ4版だとっていうのがあれですけど、勝率がめちゃくちゃ低いんですよね。でね、確かね、海道高校でやってる時、1人大丈夫を成功したんですよ。大丈夫が成功したんですけど、そのまま紅白戦に負けて散っていったっていうねそういうやつもいるんで、ちょっともう海道でやるときはピッチャーのゴロを入れようかなと思ってます。でゴロは持ってないんで俺、あの借りるしかないんでもうね、海道高校の紅白戦はね、もうすげえ今トラウマになってるんで、今回は寝ましょう。お、コツが来てますね、ウドくん。まあこの評価があれば告白にはまだ来ないですけど、ウドくんのパワーヒッターを取っておきましょう。でパワーヒット広角は5で掴んでもいいかな。特にパワーヒッターの方ですね。パワーヒッターは2人いるんで、あ、早いな。もうこれは切っちゃいます。調子安定。あとはちょっとにじまちゃんの評価を上げつつ全体的なバランスを整えていきましょう。多分タックが組めるくらいにならないと告白イベント起きないよね。3人いたな。ウドくんがこれどうしようかな。やってみようかやっぱね、このね、収録するときのサクセスの進め方と、特に何にも収録してないときのサクセスの進め方って、ちょっと違いますよね。収録のときは、多少ね、ネタにも走ったりします。やっぱり動画なんで。猫神か。これはまあ、新島ちゃんの評価を上げつつといったところですね。よしよしよし、評価アップ。おお、東條来るね。ほんとね、東條のね、この回復イベントが優秀ですよね。で、うど、新島。いいね。まあ、新島ちゃん自体はね、あの、タックの経験点は低いんで、そんなに狙っていくっていうよりは、他の練習と見つつ、タックが発生してても他の練習の方が良ければ、そっちを優先していくところですね。あと若干コツが少ないかな。別に監督にアピールする必要はないんで。これ草野の評価10も上がるし、チームメイト評価も上がるし、結構いいっすよねそう、さっきコツを回収できなかったからな。コツくれコツくれ。意外性、これはもう意外性は取っちゃいましょう。これはどうしようかな。体力が減ってるんで休もう。これもね、めちゃくちゃ回復しますよね。さて、忘れないうちに意外性は取りましょう。でコツが発生してますね。猫神か新島ちゃん、相変わらずこの2人重なった時どっちが来るんだかわからんっていう。猫神が来た。あー、ムード丸忘れてたムード丸と小村ちゃんに至ってあとヘスラをね、潰しとかないといけないんで、もう今のうちに潰しておこうかな。ここは俺がガツッと言ってやるぜ。うちのマネージャーに手を出すな。じゃあここで、ムードまで潰して、ヘッスラも潰しておきましょう。さてメンタルか、登場。あとは告白が来てくれれば、パワーヒッターはこれで OK と。まあ、二手に分かれておきますか。矢部君と一緒に連携プレーで。
あのグラサン男って何者なの先生なのかな。ここすげえいっぱいいるな。そろそろ11月も終わってしまう。よし、合格だ。ほう、ウド君のイベントも進んでいく。2回目なので、まあ編成これでいいか。よーし、OK。またコツがありますね。メンタルコツ多いな。まあ別にいいんだけど。さて、よーし、インコースも来た。あー、ちょっとタイミング悪かったね、登場。で、インコースも忘れないうちに潰しておきましょう。あとは、強化上げ。やっぱりホムラちゃんだな。っていうかもう12月の一周じゃん。バイトッスが来た。バイトッスが来るのはいいんだけど、サキちゃんいつ来るの。間に合わなそうこれ。よし、体当たりもゲットと。ウド君、あとはもう筋力なんで。ここ一番の大勝負来ましたね。これは観察して進めていきましょう、イベントを。トイレ行ってる間しか寝てないってほんとちょっとだよな。さて、草野の金徳も来たけど、守備職人が来てないからね。最悪直取りになる可能性はあるけど。 13% かー、やろう。武器まあそりゃそうだよね。あとはサキちゃん来てくれ。告白じゃないのか別に。来なかったね。まあこれはしょうがない。じゃあ守備。今のところやっぱり敏捷不足だな。お、猫神くんのね、これもね、体力回復できるんで。そう思うと体力回復キャラ多いな。ま、初詣には行きましょう。さてさて、野球が上手くなりたい。そういや皆さん初詣行きましたか。俺は基本行かないっす。毎年行ってないっすね。ホムラちゃんまだなのか。どうしようかな。11%をな、強行する。あれでもないしな。ちょっとミッションやりますか。微妙な、あれなんで。書類を届けようとか。書類を届けようとかな。全然やったことないけどね。一応、バウンサー入れましょう。てか、レベル高っ。テスト問題なんだ。あ、なんかやったことあるな。犬が奪いに来るのか。でも1体ずつだから全然楽だね。てかまあここら辺のね、実戦は楽なんで。用心傾向になってくるとね、ちょっと大変なんですよね、レベルが高いと。
あの金塊は欲しい。犬が来てる。よーし、まあ結構経験点入ったな。これでウドくんのイベントが終わりですね。これで穂村ちゃんのイベントも終わりましたね。いやー、穂村ちゃんはね、ほんとイベントが軽くて、しかもコツが手に入るっていうのはすげえいいっすよね。パワー1って、広角はまだちょっと置いときましょう。で、重戦車もね、体当たりのコツさえつかめば、55で取れるからね、軽すぎでしょう。てか、まあ、重戦車自体は、あんまり発動しないんだけどね。で、一応全員 OK か。そうすると、まあ、打撃でもやっていくか。みんなのレベルを上げていきましょう。お、これもまた回復ができる。っていうか、サキちゃん、サキちゃんラブレターまだ来ないの？早く渡せよ。何やってんだよ。もう11パスでやろう。はははさすがに怪我するね。これも、すべて、サキちゃんにラブレターが来ないせいだよ。パーセント。これはもう大丈夫でしょう。本当はデートして体力を回復させたいのに。あれ、ちなみに、選手兼彼女キャラの場合って、バレンタインどうなんだ？彼女になってない場合。くんないのかな？どうしようかな。休んどくか。あ、くれるんだ。いや、彼女にもなってないのにこんなことするなんて。コツ。東条か、さきちゃんどうしようかな。走塁足りてねえしな。よし、これで広角打法もレベル5と。まあ、編成的にはこれでいいでしょう。いやー、もうちょっと2月も終わっちゃうよ。コツコツ。さきちゃん多いね。チャンスメーカー。おー、やばい、これはやばい。このイベントほんときついよな。まあ、サフリ癖がねめっちゃ痛いんだけど、猫髪はねそんなに伸びないよな。タックがどうしようかな。やる気が気になるからな。ミッションは見ておくか。遊びに行くか。猫神の2回目ですね。ここで高速ベースランと大盤狂わせで分かれるんで。で、高速ベースランだとこれでもう終わりなんですけれども、まあ上のカエルで次のイベントへつなげていきましょう。で、草野の金徳も終わりですね。よく取れたな。そういえば守備職新島ちゃんすげえ多いな。いやー、タックとかさ、コツが来るのはいいけどさー。あー、チャンスメーカー潰してない。なんか今回ダメダメだな。
これは肩の練習をしましょう。いやーマジで告白イベントが来ない。あ、そっか、これもやる気上がるんだっけ。やっと来たよ。ほんとこいつのラブレター遅いな。じゃあ俺が恋人になろう。こんなさ流れでさ恋人になれるなんて超羨ましいよね。じゃあデートを重ねていきますか。まあそもそもねユニフォーム姿でデートするっていうのもどうかと思うけどね。まあこいつら基本着替えないんであれなんですけど。でどうしようかな、もうこのままデートを続けよう。合宿も近いし。後の方でね結局ミッションが詰まってくるとデートを完走できないっていう恐れがあるんで、デートが完走できなくなるかミッションを諦めるかっていう、なるべく早めに進めていきましょう。お化け屋敷とかね前はねかなり苦手でしたけどね、今ホラーゲームの実況とかやり始めてからそこまでね苦手じゃなくなったんですよね。てかホラーゲームやってる時の方が怖いんで。なんかで言った気がするけど、広角取って、チャンスメーカーも取って、逆境もくれる人いないよね。魔術師ね、まあ直撮りでも最悪いいっちゃいいんだけど、でも守備職のコツは欲しいよな。盗塁のコツがあるね。そうすると盗塁コツ読んで取っちゃうっていうのもありだよな。一回草の花猫神からもらっておいて、さまざまなクマがいっぱいってどういうことだよ。クマが出るとかさ、別にここ北海道とかじゃないよね、もう景色からして。クマはねちょっと苦手なんだよね。犬系来るのかな、あんまりこれもやったことないから分からんな。あ、来たね。でも1体か。このままガンガン攻める。結構長くないこれ。一番近いやつにバウンサーを当てて、最後のこれ何？罠もあるのか。下に巨大クマが来る。巨大馬は押し出しておけば大丈夫かな。もうここまで来れば大丈夫でしょう。最後は何事もなく終わるな。よーし、お、これで OK ですね。今のが自然体なのかっていう。あ、そうそう、そういえばね意外性のコツもつかめるんだけど、まあ3をつかんでおけば別にいいでしょう。弁償と筋力が足りてないね。ここら辺のイベントもね SG キャラがいるといいんだけど、このグエまずいってなるとかなり痛いからな。大声で追い払おう。よし、筋力を少しでも稼ぐ。これはあー、おホームか。
どうすっかな。技術は結構あるからな。木村ちゃんでいきますか。まあ合宿だったからね、タッグを組むのもいいんですけど、いぶし銀をもらっておきましょう。肩か、微妙だな。筋力ペアが来ないね。筋力ペアが、これね、たまにだけどね、桜の宮とかの評価が上がっててなんか桜の宮がね、手助けしてくれる時とかあるんですよね。少し揃えるか。いいくらいまでに一回持ってこう。肩が微妙だな。さて、こっからじゃあ、ミートも D にして、パワーも D にして、走力はこれでいいでしょ？臨床が結構余ってるな。筋力だな、これは。さてさてさて、こっからだよ、こっから。ミッションを見て、竜の卵あるね。怪我率が微妙だから、一回竜の卵やるか。レベル的に大丈夫かな。新島ちゃん55あんのか。自分99だしこれはカラスは使いたくないよね、竜の卵は。あれ、マジで今弾かれた。おホームまあ主人公に任せるしかないか。別のキャラがいたのかな。弾かれるわマジか、31レベルじゃダメか。それはマジきついわ。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に待て。これは本当にきついっす。ちょっと待って、やばい、クマやばい、クマやばい。はじけはじけ。いやこれさ、マジか、小村ちゃんマジか。何レベル必要なの。やばいな、これはゴーストバスター来たらマジやばいな。ちょっとタッグを見とくか。守備11番か、どうしようかな。ここはじゃあデートだな。いやでも小村ちゃんショックだな。まさか犬一匹に弾かれるとは。レンジャーはね、あれを突破できてのレンジャーっすからね。いやー、居抜きも欲しいな。てかピッチャーがね、すげえ不足してるんすよねこれはなかなかいいね。ちょうど筋力を取りに行きましょう。小村ちゃんのレベルを上げたいけどな。さて6月か。これは大丈夫だよね。定期ミッションは30レベルあれば。これ弾かれたらちょっとかなりショックだぞ。
よしよしよし、オッケーオッケー。ちょっと危ないとこもあったけど。練習を見て、おー、いいねー、筋力。さすがに2人重なるとめちゃくちゃでかいよな。これはもうできない。ここに来て筋力が増え始めてきたな。ミッションは帳尻合わせはいいか。森のクマ、パワーヒッターも持ってるからね。6月は大したものはなかったね。これであと1回か。おお、回復するね。じゃあ6月は練習に励みますか。っていうか草の守備職人もらえてないな。小村ちゃん取ったっけ。イブシギン、高速チャージ取って、大盤クラスも取ろう。とこんなもんか。おほむおほむ。内野安打と。おお、大変だ、喧嘩をしてしまった。コツが来てるな。あ、メンタルか。内野安打を潰しておきましょう。あとミート C、 パワーも C、 走力も C。 今度は技術と精神が足んなくなってきてるね。っていうか呼吸なんで1足りてなかった。ここはじゃあメンタルっていきますか。そうなってくるとな、魔術師の直取りがきついんだよな。3番か。ま、あとは試合で経験点を叩き出すしかない。固め打ちか。まあ、とりあえずミートとパワーは CC でいいでしょう。どっちかっていうと守備寄りの選手を作りたいんで。おお、コントロール G か。まあ、そうね、パワーヒット広角がないとちょっと試合がきつくなっちゃうんで、それは譲れないですね。あと、まあパワーチャリでもね、やっぱりパワーヒッター広角打法はあった方が全然いいんで。まあやっぱり打者の方が作りやすいっすよね、試合が特に。基本的に自分で点が取れるんで、そこがいいですよね。タックが来て、あ、守備か、いいね。ミッションを見ましょう。あ、内野安打。じゃあ守備をやりますか。で最後のデートをこなすと。いやー、短期間でここまで進めたよ。デートは全く遅いんだから。よし、内閣室だ。
って内閣室だもん、取っておきますか。めちゃくちゃ軽いよなこれも。魔術師、魔術師が悔やまれる。まあまだもうちょっとチャンスはあるけど、草野もねコツが多いからね。共に絆を深め、かといってな田中山くんにすると確定じゃないからね。投げましたボール。第2球、早めに田中山くん来ちゃうと普通に卒業終わっちゃうんで。おいしかし満塁、抜きマジかお前。サンキュー。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面、打ったセキュリティーガードを1点。セキュリティーガードリードで迎える6回、ちょっと怖いぞ今回。初球から打って今のってボール球だったよね。初球ファールから投げました。打ったこれはこれ点は取れるだけ取る。よし、いやちょっと怖かったな最初。佐伯さんとかも絶対女に見えないよね。どうしようかな。ミッションやろっか最後。余ってるし。技術かね、そうすると。熊の対処をしようということで。熊ばっかだな。微妙なんだよな本当に。今なんか狼っぽいのが見えたけど、対処してくれたな。これ突破できる？これはさすがに突破できるか。クマいなくね。最初にちょろっと出てきて終わりみたいな。これ取りにこう。あ、しまったしまったしまった。遊びで遊びで使おうって思ったら金塊消えるんだっけ。そういえばすっかり忘れてた。よし、精神ポイントが入ったのはいいね。あとはじゃあ筋力か、まあ上げていくか。マチェット、とりあえず肩上げて守備上げて。やっぱ技術が足んないな。うん、精神も足んねえな。筋力はもういいか。そうすると技術を中心に上げていきますか。ちょっとタックがあったとしても技術不足になっちゃうんで。お待たせしました。なんて名前？ホッタ？第2球投げた。自分の名前がわからん。第3球を投げた。あっと、いった、入った。セキュリティガードリードで迎える3回です。ツーアウトランナー。打ちました。ツーランナー。スカウト評価ってどうなってたっけ？セキュリティガードなんかあんま上げてなかったけどな。ワンアウトランナー1塁という場面でホッタ。今日3打点を挙げています。おっとこれ2塁フォースアウト。セキュリティガードがチャンスを迎えました。ツーアウトランナー3、来たー、いったー、入った。よし、ここは犬木くん見事完封。あー、これはいいね。あ、そうか、にんじみちゃん若干低いんだっけ。どうするかね。守備職人、守備職人来てないのが痛えな。これも初球もな、結構精神使うんだ魔術師。とりあえずこのまま置いておこう。もう少し経験点のバランスを見て魔術師は考えるか。
いややっぱり守備職人取れなかったのは痛いな。そしてセキュリティーガード追う展開で迎える1回です。ワンアウトランナー一塁という場面で小上か。第2球そうか、まず出てるとすげえ警戒してくるんですよね。第3球を投げた、打ったこれは強烈、入れば逆転だ、いった、はい、4点入ったな。でもセキュリティーガードリードで迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という打ちました、アウト走られると心が乱れる。俺もまだ未熟だな。第2球アウトコース高め、ボールバッターよく見ました。カウンター2ボールノーストライク、打ちました、三遊間抜けた。もう1本したいな。もう1本リードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で掘った、打ったファール。第2球投げた、打ちました、カーブ結構曲がる。いやー今回は微妙だった。60か。最後74。筋力も入るね 17% かやってもね、技術と精神も欲しいんだよな。25の6、精神にしよう。まあ、2回怪我してるからね。サクッとやってアイテムじゃなくて、まあ肩は B にするでしょ。で守備も B は欲しいでしょ。まあ守備を A にするか守備職人取るか。あーパワーがやっぱ B にできるね。東条と宇戸くんだけで全然いけるな。技術が足りなくなるか。どうしようかな。チャンスはちょっと取れねえな。初球を取っとこう。こんなもんか。あとはここでどれだけ打てるか。セキュリティーガード先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で掘った。ネクストバッターサークルには東条、投げました、インコースでストライク。第3球を投げました、しまった、打ちました、危ねえ。第4球を投げました、打った、振り遅れた、見ました、草の打球を確認。おお、3点取られてる。セキュリティーガードここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面、打ちました、ボール球、アウト。セキュリティーガード1本、攻めて1本を打ちたい。これはおお、あ、猫髪が出てるからだ。今日はライトフライト、サードゴロ、一塁タッチセーフ。ストレートはめちゃくちゃ警戒してんな。投球はこれから3球目、打ちました、いやー振り遅れんね。ボールは中継、やばいやばい、一本も打てない。ワンアウトランナー一塁という場面で、おお走るね。成功、セキュリティーガード重要な場面で盗塁を決めてきました。投げました、外角へストライク。今の当たってたら多分ゴロになってた。第3球を投げました、スライダー見送ってストライク、変化球にキレがあります。次が4球目、投げた、打った、いい当たりだ、ヒット、いかなかった、いかなかったけど、セキュリティーガード1本悲しい。45とかね。あとはエピローグ経験点でどれだけ伸ばせるかだな。3位か、しかも3位は20ポイントか。まずさきちゃん、さきちゃんいくつくれんだっけ。55か、それなりにくれるな。でおほむは50か。そうすると両方で100ポイントずつはもらってるんだね。いいね、
この編成結構いいかもね。ちょっと今回はいろいろと不備な点があったから。でも5400だからね、いいよいいよ、この編成いいよ。ちょっとマジでやろう。まずそうすると盗塁とかな、取れないからな。規格ヘッド数安っこんな安いっけ規格ヘッドって。魔術師取りますか、せっかくだから魔術師取りましょう。うわ、技術が一気になくなったな。総力、筋力もな、結構あるな。なんか使えないかな。筋力もったいないね。呼吸を上げるか守備を上げるか。セカンドだからな、守備上げとこう。で多分怪我しにくさとかが取れるんだよね、そうすると。あとはこんなもんか。気分屋はさすがにいらないんで、代打も別にこいつ代打にならねえしな。であと総力か、ちょっと、もったいないけど、まあしょうがない。これでいきましょう。あとは、じゃあ、投手能力のスタミナを上げていこう。結構上がったね。という感じで、でもこれでも S3120 いくんだ。いや、この編成かなりいいですね。今回ね、ちょっと筋力余りとかあってもここまでいきますからね。いやー、新島ちゃんと穂村ちゃん、両方当たってよかったな。これはかなり今後期待が持てる。経験点6000点超えもいけそうですね。というところで、じゃあ S3 の選手ができました。まあ、ちょっとね、反省点はめちゃくちゃ多い回でしたけれども、まあ、その分、伸びしろがあるということも分かったので、まあ、良かったでしょうというところですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、していただければ幸いです。